こんばんは、こもさんです。あ、たまさんでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お正月明けあのいろいろと面白い話があったんですけど、あの最初にあのね、僕の前長そのこの後輩の子がノートっていうあのあややの書くやつね、書く日記みたいにして書いてあるでしょ。で、あれにお正月最初のっていうので書いてたのが。 なんか20年前におじいちゃんが亡くなってたらしいんですね、ええ、まあもう,もう当時かなりの高齢でで親戚のおっちゃんのと話してたら「はい、あの時大変やったよな来た坊主が偽物で」って、ええ、<laughs> いう話を書いてあってああ詐,欺詐欺じゃなくてね、うん、おじいさん亡くなりはって、うん、でお寺さんに連絡して、うん、でその電話を受けた事務所の おっちゃんが、はあ、あの坊さんの代わりに来てたらしくて、えー、お経読めるんですか <laughs> いやだからかだ、ね、全然気ぃつけへんかったんですって、えー、誰も気ぃつけへんまま、えー、そのままお葬式あって、うん、ほんで一周期まで月前にも全部その人が来てはってで一周期やったんで改めてお寺に連絡したら、うんうん そう死にませんって言われてで結局はもういなくなってたその人が偽の坊主でで何より詐欺でしょ、それはだってお布施もらってるでしょ、それでお布施どころかお布施なんてまあいいやね、まあさああのお葬式の時はそれなりでしょうけどその毎月の月参りの時なんかはそんなと思うんです、大したことないと思うんですけど開明ですわ開明も考えたんそう本当それ調べ調べたらわかるんじゃいます 調べまあかかまあそれはわかるんやけどもうまあ1年経ったしで当時はお元気やったおばあちゃんも、うん、あまあおばあちゃんまあ今はもう今もお元気だそうなんですけどね、うんえー、まあもうちゃんと供養できたから、うん、もうええわって言うた話を20年経って聞かされて、えー、おっちゃんらみんな知ってるけど、えー、俺知らんかったっていう話をノートに書いてて、うん、もう腹抱えてまあ笑って。 でまあまああんまりその僕ないですね詐欺におったりとかはあ,あそうですかないですね一回もいやでもねこれまあ都市伝説じゃ都市伝説なんでどこのどのサービスっていうことじゃないんですけど今お寺さんもあのネットで注文できたりするでしょそ,あそうなんですか、ええ、全然知らなくてそんなそういうのはあるんですよ、えー、サービスはねでそれで、うん、えっといやこの人こないだ 浄土真宗でうん、うん、お参りしてたのに、うん、こっちの家で日蓮宗でとかなんかもうまあお経を読むのはまたちょっと違う感じかもしれないけど覚えたらでできるんでしょうね<お>なまあまあそれはそれでね、うん、あの特殊能力やろうしまあ、まあ、そんなん言うたらほらえっ、ー、とキリスト教の 結婚式で神父さんとか牧師さんとか、ねうん、ホテルとか契約してはるしたらもう、うん、ほんまにそうか分かれへんみたいな話とかありますやんか、まあ、でももう改名っていうのももうどうなんですかね僕自身はもう本当にあの何て言うかね、うん、日本人だけでしょこれだって正月は。うん ねはい、まあ、お前にしてお参り神社行って神社お参りまあお寺の人もありでしょうけどでその前はクリスマス,ス,マスあってでハロウィンも最近は出てきましたからでなんか結構お寺も行くしねえー、行きますよでなんか初詣はお寺行かないですよねあんまりまあ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 いらっしゃるかもしれないけども、えーえー、なんかは行かないですよね、うん、まあだから難しい問題ですよね日本人ってだから珍しいっていうこうあ<ー>、まあ まあまあいろんなことをねま、あまあ神さんにしても八百万の神やしなんですけど、僕のところは、親父が死ぬまで自分どこの宗教が何かも知らなかったんですけど、浄土真宗のあれで,で、いわゆる戒名じゃなくて、法名っていうやつなんで、うん、その長くないんですよ、うん、なんとか院とかつかないんで、うん、ではい、うちの親父、小森康則の安、安なんですよ、安、うん、に押すで、うん。 で法名は釈公徳うん安にうんで徳のある人の徳やからこれ多分 <laughs> 僕も安,安の字を受け継いでるんで僕,僕も死んだら法名は。 着光とか <laughs> あんまり気にしないですね <laughs> 僕ああもう別に逆に死んだら別に山でもめててくれてええわぐらいのレベルですけど、ね、<laughs> だって今もうお墓なんかこう三代続いたらなくなるって言うじゃないですか田舎、ね、とかいたらねもう墓石積んでる言ってますもんああもう結局崩れてきたりするからね、はいうん、あのそれで言うと去年どっかの山の中で合同結婚式じゃなくてもう一つのお墓にしてああ やりましょうとそうでないと一軒一軒もうできへんからって言うところあ、ね、愛知県のにあの大津のところにあるなんでしたっけねあの、うん、たとえっがあおだの無かのお父さんの、うん、のおて,お,てお寺、ね、おてらおてら男なんかすごい近代化してて、えー、見たことありますいやよしの方をしたらビーって出てくるてああ<ー>なんかこう回転みたいなはい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 ガレージのやつみたいなさなんかそんな感じのやつとかなってもうだって 本当日本なんか狭くて、かといって、もうこれね、正直、うん、な話、その地方再生って言って歌いながら、どうしてももう東京中心になってるじゃないですか、えー、ならそこから例えば、田舎のね、お,うん、あのお墓に毎回行くかって言ったら、そんなこともなくて、うん、っていうそのなんですかね。うん、なんかどうやってやって 問題ありますもうお墓いらんやんっていう人もあったり散骨したりっていうのもありますけどでも今年初相撲での話でいうとまだ揉めてるっちゃ揉めてるんですけどこれ真面目な話立憲民主党の泉さんっていう代表で若い人でしょで僕も一回だけご一緒したことあるんですけどその人が乃木神社へ 木木木神社って乃木将軍の大でまあ東京乃木坂のとこまさにありますでしょうでまあ京都にもあると、うん、でそこへ行って、まあ、何の気なしに0時4分やったかな、うん、乃木神社お参り来ましたって言ったら、うん、いやそれはもともと軍人を神とあがめる。 そういう神社で、うん、立憲民主党として今後、その自民党が軍拡増税やっていくときに、うん、それに対抗せなあかんところで、納、うん、天気にそんなんしててええんかっていう書き込みがあったんですよ。なるほどでそそれに対して、うん、その 僕最初無視するのかなと思ったんですよ泉さんが泉さんが割に野党の人らって人のことは突っ込むけど自分ら突っ込まれたら特に女性議員にねそうでしょ僕嫌いな人らねでそうするのかなと思ったらちょっと遅れて反応したんですよなるほどでは近所やから行きましたと普通にかなり安全とか国家繁栄であるとかっていうことをお祈りしてんのになんでそんな軍国主義者みたいなレッテル張られなあかんねんって ボーンと殴り返してきほんでいやいやそらちゃうやろっていう話立憲民主党の,うん、うん、の支持者離れるでとかっていうことがあってうん、うん、僕もまあそう思うんですよそれでいうといや何の気なしにきっと言ったらやと思うんやけど、うん、おそらそういう反応があんのは分かっとかへんかったら立場としてあかんわなと思うんやけどガーンってやっていまだにあの人その。 すんませんでしたと、何の気なんやりましたということを言わないんですよ、これどう思います僕、全く謝る気、謝らんでいいと思いますよ。なんでですかえなんでなんですか、じゃあ、それで言うたら、もう、うん、靖国神社すらも,もう参拝して、だから、あの人らは靖国神社あ,あ,あかんって言ってる立場の人らやからただらね、その神社のもともとの由来ね、うんうん、例えば僕なんかは淡路島でね、うん、あの初めてできたと言われてる、はい、いざなぎ神社かあそこはもう立派ですよ、ね、で,でもそれを元もともと、もとたどったら、絶対天皇に行き着くんですよね。うん 結局そうじゃないですか、うん、神社で全部天皇じゃないですか、ほんとそれで言ったらね、うん、天皇制反対してるね、うん、共産党の人はもう参拝しないのかとかあいやいや、まあそれはだからね、それで、うん、まあ乃木神社はさすがに参拝しないんでしょうけど、うんうん、あのお参りは行ってあ、うん、家の近所にあんのやったら、あるで別に僕は、もともと家の近所の、あの大きい神社やから行くのじゃなくて、うん、なんぼちっちゃくても、えー、そのやっぱりそこのまあの、 仏様と神様ってまた由来が違うじゃないですか。うん、で、片あの神様の方は、うん、そのじ,じ地元を守る人やなんで、うん、近所に神社があったらそこにお参り行くのが普通は正解なんですよ。うん、大きな神社に先行くんじゃなくて。うん 地元のところに行くんやった。でも、うん、その例えば泉さんが近所にあって行ったっていうことは、うんうん、も僕そこがね、うん、いやだからその神社の多くの神社っていうか、うん、もう本当に昔からあるやつっていうのの由来で言うと今タモ、うん、さん言う通りなんですよ。 にも要は明治以降に建てられてるまさに乃木神社なんていうのはそういうことやし靖国神社にあしたって新しいところやからそのできる意味合いっていうのはやっぱり違うからそういう意味で一個一個違うので全部一括りに神社でええやんちゃうのんというのでない考えの人がいるのも僕別に何の気なしに生きはったことをそんなに責めたくはないんですよ。たただそれれを言わに 言われたときに、なんか異個人になって、いやっていう反のが僕、あかんのんちゃうんかなと、僕は思うんであのとから、軍国主義反対言うてんのに、そんなとこ行くんやったらっていううかそういうこと、そういうこと、うん、でもね、僕、今の軍事のことじゃなくて、乃木将軍っていらっしゃるじゃないですか、それは日清日露戦争の時の大活躍、じゃあ、仮にあの方がおれへんかで、明確な指揮をしなかった場合ね。 負けとったかもしれないですよね可能性としたらねだから叩いえてるわけじゃないですか、まあ、だからその軍心として称えられてるのはその A 部分ですよねでもまあ一方で乃木将軍に対して野木大将に対して悪い印象を持つ人ももちろんいるから僕は別にそうは思ってないし乃、うん、木坂のに住んでましたから、うん、近くだから何度も行ってるんですけど、うんうん、ただまあそういう人も いるやろうとだからそれは泉、うん、さんが代表として、うん、いやあのあの今の軍国主義は反対やと、うん、ね、うん、でもやっぱりその,その時に、うん、例えばその今靖国神社の問題も出てくるきてるじゃないですか、うん、あの軍人を祀るなみたいなことを言う人もいるんですけども、うんはい、僕はどっちかっていったら野木さんのそのした功績に対して、うん、僕はその時代の。うん 功績だからねちょっともう多分ね論点がね、うん、多分今も違ってて、うん、で僕の思ってる思いも違うんやけど、うん、あの何の気なしに近所のところへ行くっていうことは別にほんまにあるんでそんなん言い出したらねもうぜ全部,が,全部が,がんじがらめになってしまうから俺は阪神ファンのに読売新聞 うん、読んでしもたみたいなことまでやからそれはまあいいんですけどそれお前阪神は言うてんのに報知新聞読んでって言われたらあれってまあねまあ変な話うん,なんでデリスポーツ買えへんかったんやろって言うたらまあそれで済むぐらいのことやのになんで意地はんねやろっていうところが僕は分からへんのですわだからはっきり物の言のののい方が悪かっただけでしょその泉さんの。 あだからもう僕は立憲民主党の代表としても、うん、そこの乃,木坂乃木の乃木神社に参りましたと、うんうん、これだけでよかったんでしょ。うん、なんで行くねんって言われたかって、うん、えそれってじゃああるし。てかったことで、うんうん 違う意見があったときに、あすんませんって、なんで頭下げられへんのやろっていうことは、僕は、なんで頭下げなあかんのかなって、僕はもう、今まだにからない、だって、宗教の自由って、もうそれこそ問題になってますけども、じゃあ、ある宗教がね、あるじゃないですか、神社のとこくぐれないと、くぐれたらあかんも 撮影所、例えば僕らタレントとかやったら撮影所をくぐらなければならないっていうのがあるじゃないですか。ありますね。それを見てばーっと叩かれたときに。ありますね、だってあそこはで実際、くぐらない人もいます。今、僕も知ってもてるし、まあ、別に僕はどっちでもええんでね、どっちでもいいんですよ。 うん、でも亡くなった方に対してのことをごちゃごちゃ言うのって僕は、うん、あんまりその論点がずれてるかもしれないですけども書き込みしたいとねうん、うん、亡くなった人に対して、うん、まあなんかこう、まあ、乃木さんも亡くなったわけじゃないですか亡くなって、まあ、その軍神として祭っていること自体反対やって言ったら、うん、もうそのね乃木神社に。うん あなた直接言いなさいよって俺、僕は、神社に言っそういうこでしょ、存在そのものと反対してるわけじゃないですか。例えば、去年やった統一教会の問題があって、ああ叩いてるわけでしょ、僕、統一教会は用語直しないと、叩いてるていうのは、あそこにたいて統一教会に叩いてるわけじゃないですか、本部というか。でも、まあ、別に泉さんは、あとあと、そのね、党内から叩く、れる、これは仕方がない。 うん、な,んなんで行くねん言われて、うんうん、そこは自分らの党で代表やねんから、えー、どうするか知らないでしょ、でも、まあ、一般的に言うのは、じゃあ、乃木神社の方に、なんでそんなん建ててるんやと、うん、根本的なもんやと、<laughs> なるほど軍神にする必要、軍に加担したやつは、全部悪やという考えの人ですよね、多分その人はね。 ああま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 あたぶんそうでしょうねそれでいうとだからいわゆる左の人がみんな攻めているから何とかそれってすごい僕いじめに思うななんかんとなくですけどなんんかうあの女子のねなんか女の子でたまにあるじゃないですかあの人無視言うて何人がきっかけが分からへんけど誰か無視してでそのこと誰か喋ったそいつも一緒に無視するみたいなっていうそれのように俺書き込みしたやつが な泉さんにどうのこうのより、その,まずの、うん、乃木神社に言わんかいと <laughs>。存在そのもの。存在そのものやと。靖国神社さん、参反対とてたらもう、靖国神社に。うん 何立てとんねんということを言うのが僕、根本的な解決策じゃないのかなとませあまあ、さらだから軍人を合意するのがどうか、永久戦犯を合意するのがどうか、でもまあ言うたら、あの時靖国のね、でまた会おう言うて、散っていきはった人らがいてはるわけで、その人らがやってきてくれたこともあって、われわれは今、平和にいるということだから別にそう。いう意味でだからの コモさんが言ったのはなんでその文句言うねんということでしょ。うでも僕逆くね、あの僕はあの賛否はもちろんあると思いますけども、別にスルーしなかっただけ偉いなと思います。あ、それはね、それは僕も思ったんですよ。大体あの野党の人らそういうのってスルーするから、そこはね、あのスルーせえへんかったのは良かったなとは思うんですけど。もうちょっと言い方があったんじゃん。いや、この場合は謝れハ。 謝れっていうかだからあの何の気なしにしてもやってしまうことってあるじゃないですか、うん、僕かっていっぱいやってるからね、うん、去年もいっぱいやっちゃったしいやでもねで,、うん、でもそれの何の気なしと、うん、僕は逆にその謝っちゃうとあの、うん、何の気なしにというかもうそれははっきり泉代表が、うん、いや僕はここ神社として認めてますと、うん、まあもしくは。うんうん そうなんですよ、彼はそ,それはそう言ってますだから、そういうときにあることやし、でも他にも大阪さんちゅう人も別のところの乃木神社に行ってはったりということも言ってるんで、その立場によってとらわれ方がね、違うっていうところがきっとあるんやとうん、うん、僕、そんなことで立憲民主党があれですか、支持率低いんですか、小室さんに聞きたいですけど、あ<ー>逆にそんれをやらないというとかたくなに。うんうんうん そうういこと乃木神社に僕は参拝しないんだって売ってる人間が、ばって支持率高くなる方が僕、逆に怖いんですなるほど、立憲民主党そんなことじゃなないぜ支持率が上がらないのか僕、そこじゃ、そんなところじゃないんですよ、僕は。まあ、もう分かりやすく、みんな、皆さんが言ってはりうるというか、よく聞く通りやと思うんですけど。 反対して新しい案を出さないというところは僕はなんかこう、うん、あかんのちゃうかなと思んない、うん、あまだ、あ、から対案を出せっていうのは今よく言われる話で全く出していないわけではないとは思う、うんうん、でただ多分彼らはきっと対案を出すっていうことよりも,よりもあのなんて言うのかな まあ多分それはマスコミも多分同じような理屈だと思うんですけど、いや、今やってる人らが力持ってんねんから、それのここがあかんやろっていう人間がおらへんかったらあかんねやっていう、的なねそういう、ことをうだって今,を今でこそね、やっぱりそのこの税金の問題とかで。えー 自民党がちょっとね、支持率がかんと落としてるのもあるしまあまあ、岸田内閣は低いんやけど、自民党自体がそうでもないと。だから言うたら、そこを狙いたいんやと思うけど、もうちょっとね、本当に野党、今頑張ってくれないと、この時期だからこそ頑張ってほしいって言われますよね、本当に。ただ分かりにくいというか、消費税完全に撤廃するって言って、じゃあその後の財案というのは、何どこにあるんだろうと思うじゃないですか、これまたね。 ああまりさんでした、ね、はいの少子化対策には消費税を上げるしかないって言って、うんうん、言ってね簡単に言うけど、消費税上げるって、もう全部の、ね、市民とかにもやっぱり、うん、そうですよ、だからまあ少子化の対策に<今>まあ、大体今、まあ、5兆円ぐらいいるんちゃうかと、でまあ、それはまあ防衛費ともまあ同じぐらいのもんなんだけど、で5兆円を消費税を上げるとなると2、2%上げな感じです、ね、だから。うん 消費者って、少子化って、やっぱり一般の人からな、うん、子供作るのに、うん、もうその人も消費者じゃないですか、うん、そこにまた負担かけて、うんうん、ほんなもう人、もう一人作りましょうかって、ねえー、なりますいや、ならへんと思うんですよ、そここ<う>こんな子供でも分かることやのになと思ってる、えー、僕はしますけどね。 少子化対策をしようっていうことについては、誰も否定しないじゃないいやね言えないしね、ねで少子化対策といえば、ええなな、なんて言ったら天下の法廷やだけど、ええ、何言うてもいいみたいなことやか、ええ、そ,その裏に、うん、なんかその増税、増税っていうのもやり方あると思うんですよ、はい、その増税をして、その増税分をミサイル買おうっていうふうにしてるんちゃうかなと、僕はまあそう作戦を言てるんですけど、ねまあもう、なんせ、消費税これ以上上がったらえらいことになるんちゃうかなと僕思います、ね、でもこれでも、あまりさんに言わせると、世界一低い。 いや確かにそ北欧とかで二十何パーセントとかもあったりはしますけどね、うん、これ以上上がったらね、ま、マクドナルドが16日から、えー、150円のやつが170円にハンバーガーが,上がるとかちょっと前から思ったより安すぎたところもあるんですよ、デフレで、うん、何もかもが安くて、えーえー、何もかもが安かったじゃないですか、うん、だかそれはそれで問題やけども、それと消費税を上げるっていうのはまた別問題だと僕は思ってるんでね。うんうん 今はこれ以上、普通の人の生活を苦しめたら、それはあかんなと思いますね運搬費、あんなもう上がってるし、問題大きいすよねもうあっという間に、が消えますよねはそうです、本当に、一回崩したやつが税金がね、僕、ちょうど税金、年末に払ったんですけど、やっぱりすごいですよね、だん、金額。 去年とかの一昨年とかの比べもならんぐらいって上がってますね、いろんな。まあまあ、ね、あの、仕事が、コロナで下がってたり、ねまあま、もあるしね、また戻ってきたもあるしね、上るんやけども、う,ん、うん、ちょっとなんか、年末年始はちょっとその、税金の高さでブルーになってました、<laughs> 僕も。いつも二つは食べる餅を一つに買いましたね、本当 <laughs>。 <laughs> や,いいがやられましたね <laughs> うんでも、まあ、あ多分皆さんの生活にとってはなかなか大変な一年に、ね、なるかなと思いますけど、うん、こ,のこれを見ていただいて、ですね腹立つことは共感していただいたり、うん、<笑>,笑っていただいたりあでも小森さんが今日提案してくれたみたいに、ええ、そういうことも政治の一環としてね。うんうん あの関心を持つと、ええ、いうことは大事であるかなとは思いま、ねええ、そうですねうん、うん、ネットニュースだけでないことで、あの話をこれ一部の人だけが、一部の人だけがその政治に声、なんか口,口出してるみたいな感覚が見えてちゃうんですよ、うん、やっぱりみん,な、うん、みんなで声出していかないとね。そうですね、我々の社会ですからね、はい、今年もよろしくお願いします。お願いします